ファンタジーラジオ。はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。はい、腹立つ話があってな。あのね、まあ結構前なんですけど、女性と話してて、爪を切ってる時の話なんだけどね。足の爪ね。足の爪を切った後に、切る時に自分の指っていうのは足の爪に触れるわけじゃないですか。でしょ？で、切った後の自分のその指、手の指の匂いを嗅ぐかと。足の爪を切った後の手の指の匂いを嗅ぐかっていうことなんですけどね。まあ俺は嗅ぐんですけどね。普通嗅がないよね、みたいな。嗅ぐでしょ。絶対嗅ぐでしょって。もう臭いんですよ。臭いけど二度がけぐらいしますよ。臭いんですけど、臭いと分かってても嗅いでしまうことってあるじゃないですか。というよりあるでしょ。人間だもの。あるでしょ。それを言ったらね、まあ、ドン引きされたわけですよ。いや、絶対嗅ぐからね。結局そいつは女としての格好つけのためだけに私は嗅ぎませんみたいなこと言ってっけど、な？もう、絶対嗅ぐから。いや、もうじゃあ、いいよ。もういい。その、100歩譲って毎回は嗅がなくてもいい。嗅いだことはあると思うよ。絶対嗅ぐから。人間っていうのはね、もう臭いと分かっててもその匂いを嗅ぐようにできてるから。そういう生き物ですから。まあ、俺がこんなこと言ったらね、まだなんか女性に嫌われるかもしれませんよ。全然構わないよ、嫌われたって大して疲れてねえんだよ、もともと。あのね、嗅ぐから。人間なんてね、臭いもん好きなんだって。な？だろ？臭いの好きだぜ、おい。よし、それじゃあ終わります。またな。